川の上の職場、大江哲丸黒い水面が、時々、石炭の切れ口のように、ギラギラと川並みの照り返し、中膝までせき止められ、八本のミキサコンクリート崖の鉄骨に、刃を剥き出しカプリと、背筋を引きちぎる音波を打って揺れてゆく川。脳みそをぶちたたくような、のたうつ、 腹の底までピリピリと振動さす響き。発射胴切れの鉄骨。首元からねじられ、下の合い首までスチームハンマーの鋭い白車の折り返しをくらって、ヘドを吐き、キャップを平っぺに引き込まれる。放炉下場に列組んだ鉄骨。でっかい削園に虫のような泥声を吐く親方。 火のような熱い鉛がガワン、ガワンと打ち下げられる破壊的な響きに混じって断続として上と疲れにうごめく男たちの胸板に飛び込んでくる強烈にはじける赤錆びた鉄骨林の上棒立ちに突っ立ってケラのような笑いを噛み殺した顔片っ腹を染み合わし 一尺幅の足台に、ぐっと呼吸を掘り下げ、ゴーゴー煮やした胸クそ。その場に叩きつけてやりたい悪びれが、頭の先から足の裏まで、冬の牙を尖らし、古茶瓶の鈍乱さで、ツルハシのような冷たさが、ひやりと湧き立って、鉄骨の胴の中へ、ダニのように絡み、艶のない鉄骨、カプリと、 川並飲んで、一日、男たちの心臓を揉みつぶして、対岸のバラック街と一直線に結ぶため、あらゆる食欲を引きちぎる。文学案内、1935年12月号に発表。